そこは美しい迷宮と首都家を、2年前に突然行方不明となった時計市長の秘密を知るのは、時計湾に浮かぶ人工島ダイバーに幽閉されたレプリカントのさやかだけ。市長に恩のある狼組幹部のゴート・オサムは秘密を追ってさやか救出のため人工島ダイバーに向かうのだった。不思議の都で午前0時に待ち合わせ、寂しい女が牢につながれ待っている。お前は囚われのレプリカントの天使さ、入ると出られない、そこは美しい迷宮。青ざめた月の下で今夜赤い火が灯るとき、俺はお前を連れて出よう不思議の都。ライトに照らされてビルが冷たく笑ってる。香りに誘われて人形たちが集まる。涙も優しさもお前はここで奪われた。それでももう一度お前にかけてみるのさ。ロマンスと夢の続き、今夜ここでやり直すのさ。そしてお前を連れて出よう不思議の都。下で今夜赤い火が灯るとき、俺はお前を連れて出よう不思議の都。出よう不思議の都。